マイタウン市川。今回の特集はシリーズゴミを減らそう第2弾、プラスチック製容器包装類の分別について詳しく紹介します。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。3日、日揮コルトンプラザで消防局による救急広場が開催されました。このイベントは昭和57年に総務省消防庁が制定した9月9日の救急の日と、この日を含む1週間の救急医療週間に合わせて行われたものです。市川市消防局では毎年この期間中、救急医療や救急隊の活動などを広く知ってもらおうと救急広場を開催しています。今年は救急救命士による救急救命処置のシミュレーション訓練が披露されたほか、心肺蘇生法や AED の使用方法を学べる救命講習ブース、怪我の応急手当を学べるブースなどが設けられ、多くの親子連れが参加していました。 AED の使い方っていうのってあまり、設置してある場所とかってよく見かけるんですけど、実際使うっていうなるとあまり使い方とかわからなかったので、そういったところが学べたのは非常に良かった。急病の場合、救急隊員が到着するまでのわずか数分間の処置が生死を大きく左右します。また大規模災害が発生した場合、全ての119番通報に対応することが難しい場合があり、皆さんが自分自身や家族の身を守れるようにしておくことが重要です。市川市消防局では日頃から救命講習会などを開催し、救急医療の重要性を呼びかけています。消防局では救急医療週間の行事の一環として、皆さんに応急手当の大切さと救急業務に対する認識を深めていただくため、この救急広場を開催しております。この他にも消防局では毎月各種の救命講習会を開催していますので、大切な人の命を守るため、ぜひご参加ください。こんにちは、桜崎あゆみです。生活をしていると、どうしても出てしまうゴミ。そんなゴミを自分たちで減らす、最も身近な手段の一つが、ゴミの分別です。今回はその分別の中でも、誰でも簡単にできるプラスチック製の容器や包装類について、詳しく紹介していきます。では早速、循環型社会推進課の杉山さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは市川市のゴミの排出状況を教えてもらえますか。はい、わかりました。市川市のゴミの排出状況を示す指標として、市民1人1日あたりの家庭から出される燃やすゴミの収集量があります。12分別収集を開始した平成14年度からこの収集量が大きく減少しました。しかしここ数年はその減少幅が少なくなり、横ばい状態となっています。そういった状況で市はどんな対策を取っていくんですか。はい、市ではさらなるゴミの減量と資源化に取り組んでいく必要があると考えています。ところで桜崎さんは、家庭から出される燃やすゴミにどんなものが含まれているかご存知ですか。そうですね、生ゴミ、紙、いろいろあると思うんですけど、実際どうなんでしょう。実は燃やすゴミの中身を調べると、分別すれば資源化できる紙類とプラスチック製容器包装類が合わせて約3割も混ざっています。ゴミの排出量を減らすには、そうした資源物の分別を徹底していくことがとても大切になります。そのために市では平成29年4月1日から実施するゴミの収集回数の削減を周知する市民説明会で、具体的な分別方法を実演を交えてお伝えしています。その他にも年4回発行の循環ニュースや市公式ウェブサイト、そして市民祭りのイベントなどを通じ、ゴミの分別方法について周知活動を行っています。また10月からは品目ごとにゴミの分別区分を検索したり、収集日をお知らせする収集カレンダーなどの機能があるスマートフォンアプリを無料で提供します。ここからは、
循環パートナーの岩崎さんにプラスチック製の容器や包装類の分別についてクイズ形式で教えていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速題して、あなたはできてる？プラスチック分別。今岩崎さんのお手元にいろいろなものを用意してもらいました。でこちらを燃やすゴミ用の袋、またはプラスチック製容器包装用の袋、こうどちらかに分別していこうと思います。では早速、はい、クイズをお願いします。はい、それでは第1問です。はい、はい、こういったお菓子の袋があります。これはどのように分別しますか？はい、私はプラスチック製の方に捨てますね。はい、正解です。やったー。はい、あの中身を食べきって、そしてあのプラゴミにお願いします。後ろにこのようにプラというふうに書いてありますので、はい、プラと書いてあったらプラに、紙の場合はまた紙の方にお願いします。はい、ここに印があったんですね。はい、勉強になりました。はい、では続いてのクイズお願いします。それではこういったお子様のおもちゃ、これはどうなさいますか？迷わずにプラの袋に入れます。不正解です。違うんですか？はい、なんでですか？プラは容器包装類というふうに書いてありますので、はい、あの包装するそういったものを、プラの方に、そしてこういった、プラの素材なんですけれども、はい、こういったあの製品については全て燃やすゴミに入れるようになります。最後の問題お願いします。はい、ではあの今毎日のように飲んでいらっしゃるこのペットボトルについて、はい、どのように捨てますか？私の場合ですと、もう蓋を取って、ここのラベルも取って、もうこのままプラスチックの袋に入れます。はい、大正解です。はい、はい、あの結構あのこのまま捨てられていらっしゃる方もいますので、キャップを外してラベルを外して、そして、中は軽くゆすいで、そして潰してあのプラの中に捨ててください。その他にも惣菜などのプラスチック製の容器は洗剤ではなく水ですすぎ、歯磨き粉などのチューブも中身をきれいに出してからプラスチック製容器包装類に分別すると良いそうです。市川市ではこのように分別ガイドブックというのが出ています。これの中にあの品目別に捨て方が書いてありますので、それに従って、分別をしていただきたいと思います。続いて桜崎さんは上妙殿にある中間処理施設、日鉄住金物流君津株式会社市川リサイクル事業所にやってきました。ここは市内の各家庭から排出されたプラスチック製容器包装類を集め、収集物に混入している不適合物を取り除いてリサイクル事業者に送り出しています。千葉さん、こちらは何をする場所なんですか？はい、こちらはですね、市川市から、集まってきた、プラスチック製の、資源の、ゴミですね、これを、回収されたものをこちらへ集めております。この施設には毎日およそ40台、およそ19トンのプラスチック製容器包装類が運ばれてきます。これ何をしているところなんですか？こちらはですね、ペットボトルと異物に仕分けをしている作業をしております。これはもう手作業なんですよね？はい、そうです、うん、今厚い手袋をしておるんですが、異物の中にはですね、刃物や注射針が入ってくることがありまして、その注射針に刺されたり、ね、包丁で
収集物にはハンガーや傘など機械に引っかかってしまうものや、ライター、スプレー缶、電池など発火の恐れのあるもの、中には鋭い包丁やペットボトルに入れた注射器、灯油の入ったタンクなど作業員の命に危険が及ぶような悪質なものまで混入しています。これで灯油がですね、実際飛び散っています。幸い火事にはならなかったのですが、引火してもし火事になったら、もうここには人も働いてますので、人命に関わることですので、ぜひやめていただきたい、そう願っております。こちらはですね、上で選別された、資源物ですね、プラスチックの。それが、仕分けをされてペットボトルがこちらへ、来てます。で、来たペットボトルが圧縮され梱包されて出てくる場所がこちらです。こちらがですね、蓋がついててラベルがついた、ペットボトルにの、ベールになります。でこちらをですね、蓋を取ってラベルを外していただいて、中をちょっと洗浄してですね、潰していただくと、このようにきれいな、ベールになります。このようにきれいなベールですとですね、こちら持って行った先の工場さんの方で、加工がしやすくなりますので、このような状態で出していただけるとありがたいです。市民の皆さんの協力をしてもらいたいところですよね。そうですね、ぜひお願いしたいところです。中間処理施設からリサイクル事業者に送られたペットボトルは細かく砕かれ、洋服や卵パックなどに再生されます。またその他のプラスチック製容器包装は、再生樹脂やフォークリフトで荷物を運ぶ際に使用されるパレットなどに生まれ変わります。杉山さん、はい、今回はプラスチック製容器包装類の分別方法、あとは中間処理施設を見学していただきまして、改めてゴミの分別、そしてゴミを減らすことの大切さというものを感じてきました。実は本市のゴミ処理についてはですね、分別が不十分なことに加え、市内にゴミの最終処分場がないことや、老朽化したクリーンセンターの建て替えが迫っているなど、さまざまな課題があります。平成29年4月1日から実施するゴミの収集回数の削減と、現在進めているさらなるゴミの減量・資源化の推進は、そうした課題の対策となるものなんです。市民の皆様には引き続きご理解をいただき、プラスチック製容器包装類の分別をはじめ、その他の分別についても積極的に取り組んでいただきますようお願いいたします。11月20日にニッケコルトンプラザで開催の市川ファミリーフェスタ2016で紹介する我が家のとっておき家族写真を募集します。当日は作品を展示するほか、優秀作品の表彰を行います。家族の楽しい思い出が詰まった写真、何気ない日常の大切な時間を写した写真、世代を超えて触れ合う家族の写真など、とっておきの家族写真をお待ちしています。応募資格は市内在住、在勤、在学の方です。10月31日までに子育て支援課に郵送、持参、メールで応募してください。詳しくは市公式ウェブサイトをご覧ください。次回の放送予定です。9月17日からのマイタウン市川は、梨をまるっと食べ歩き、市川の名産梨を使ったグルメを紹介します。ぜひご覧ください。